こんにちは、スリーです。はい、どうも、わしです。はい、今回はですね、はい、ライバルに差をつける方法っていうのをね、何お話していこうと思うんですけど、まあ別にね、ライバルっていなくてもいいと思うんですけど、うん、いた方が比較対象ができて、まあ、やりやすいっていうのはあると思うんですよね。まあまあまあ、もちろんね、自分もやらなあかんけどね、本当にね。そう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 、うん、っていう風になるんで、そう、別にあなたがライバルですので言わなくても、自分で勝手に設定してで、ああそうね、そうね、やったらいいだけで、まあテニスとかでもね、まあ周りのね、あの人には負けたくないとかね、あの人より上手くなりたいとかがあると、うん、結構ね、努力しやすいなっていうのが思うんですよね。あ、それはまあまあ確かにね、うん、だらだらとね、行くよりかやっぱね、そういう目標的なところがあればやっぱやりやすいですね、うん、でしょ、うん、だから、で、タダでできるんですよ ね。もう自分で勝手にあの人ってやったらいいだけなんで、ね、ほんまに成長した方はそういうの大事よね。そうそうそう、だから別にこれはすぐにでもできる方法なんで、うん、もしね、あ、もっと上手くなりたいなと思ったら、うん、ちょっとね、ライバルっていうのをね、あの見つけるっていうのは一つ ね、あのいいと思うんですよ、うん、で、じゃあもしそのライバルを見つけましたと、うん、で、ライバル見つけて、うん、あの人より上手くなるぞって思ったらするじゃないですか、はい、で、何をします、何すんのって話、そうそうそう、次じゃあどうしますかっていう話なんですよ。ライバル、その人はね、見つけましたと、バチだったらどうします、ライバル見つかったら。あ、分かんない、今パッと考えて、はい、まあ、この人ライバルにしようと思って、うん、まあ、何がだからあの人がたけてて自分が負けてるかとかいうところ、うん、まあまあ、そこの勝つべきポイントを探すじゃないですか、はいはいはい、そのショットだったりとか何だったり何でもいいんですけど、うんうん、まあそういう一つ見つけてそこをとりあえず勝ってみようとか、うん、あ、なるほどね、そういう考え方、うんうん、まあまあまあ相手を分析しな、はいはい、始まらんかなみたいな、まあまあ俗に言う今の発想というのは、うん、直接対決で勝とうとしてるじゃないですか。ああ、またそう、いやいや、いいんです、いいんです、そういう、それはそれでいいんですよ。ただあのちょっとしんどくなると思うんですよね、そのなんか本当に相手を倒すになると、まあそれも一つの方法で、もう一つ方法があって、うんうん、それは相手より取り組んでることに対する時間を増やすっていうのも大事だと思うんです。ああ、あります、やってる、そう、やってる時間、そう、だから例えば相手が5時間練習してるとしたら、うん、自分が4時間しか練習してなかったら、あ、じゃあもう、ね、そこで勝ててないっていうふうにするとしたら、はいはい、だからこの負けてるポイントを増やしていこう、負けてる時間、要する時間を、だから5時間やってたら6時間やろうっていう発想で、じゃあ取り組む時間が増える時点で取り組んでる時間が多いっていうところでも有利になるじゃないですか。だからそこで一歩、そうそうそう、まあまあまあ勝ってるっていう、まあまあ、そうそうそう、まあ、まあ言ったら、そうそうそう、別にだから相手を倒せなかったとしても、うんうんうん、やっぱり5時間やってたのを6時間に増やすことによって、うん、まあ、練習時間伸びるじゃないですか。ああ、そうだね、それだけでも時間的にでもね、まあ、あの勝つことになると、これはまあまあライバルよりも優位的なポジションについてるよっていう、で、そこでさらに質とかを上げていって、うん、本当に練習の質とかを、まあ、なんか調べたりいろいろやって工夫したりして質も上げていったら、量と質が超えれたら、本当にこれを続けていってたら、だん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 、まあ、ライバルに差をつけたり、まあ、あの追いついけたりするっていう図式になるんです。はいはいはい、なるほどね。だから、まあ、当然どっちも大事なんですよ、量と質っていう、うん、ああ、まあね、ただこれね、よく言われてるのは順番があるんですよ、うん、どっちを先にした方がいいのか、量と質、はい、量、その心は、え高い質の A でしたね本当に A なんですよ、心の A です。 やっぱりね、その A が出せるのはね、そんだけのね、A を言ってきた量があるんですよ。そう、量出ないでしょ、で、あんな A 出ないんですでしょ、ってことはですよ、それだけの量を言ってきたから質の高い A が出た、そう、すなわちテニスもそうですよ、だから量が大事、え、だから量より質、質より量よ、だからその理由は、理由は、はい、何いや、せっかくヒントあげたんで、だから量だけやってきたから、量が質に変わるんです。
バジさんの A も最初の A は A かもしれないですけど、だんだん言い続けてきて量が人よりいっぱい A って出たから、さっきの A が出たって言いたかったんです。練習もそうで、練習をし続けることによって質っていうのを生み出せますよっていう話、質も向上していくよっていうことね。そうだから、まあ基本は量から入った方がいいって言われるんです。でその中で、まあ、質っていうのを、まあ、追求しながら量をこなしていったら上手くなれるんで、練習せんと質も上がらんやろ、でもただだらだら何も考えずに練習してもあまり上手くはならないんで、やっぱり質は必要なんです。だけどどっちから先入った方がいいかって言ったら、まずは量から入った方がいいですよっていう話だね。そうやってなんぼよ。そうまずはやっぱりちょっと時間を相手より多く、ライバルより多くやることから始めた方がいいと思うんです。いきなり質からって言っても、うん、いきなり質って難しいんですよ ね、うん、だからまずは量を考える。じゃあどうやったら量を作れるでしょう。量を作れるでしょう、うん、量をやろうと思ったら、だからさっき言ってるように本当にそうして時間を作らないとやる量が増えないじゃないですか、うん、でしょ、うん、今ちょっとバッシーさんとね話をしてたんです。まあ最近バッシーさんね、うん、本を読んだりいろいろ取り組んでるんですけど、うん、その際に勉強してると。そうね、勉強するためには今までの時間を、ああそうね、作り方をね、やっぱね、変えんとねっていうでしょ。そのためには言ってましたよね、今までの何かを犠牲にして、そうそうそう、それに変えたって言ってましたよね。それに時間をね、1時間ね、うんうん、それをやめてこうやっぱね、その1時間勉強ね、うん、そうした勉強に当てるとかっていう時間使い方をね、やっぱ ね変えていかんと、結局ね、そのやる時間が増えないですもん。何の時間を犠牲にしたんですか。え、今までこれをやった時間を何に変え、何、それは何やったんですか。それは何、やっぱだからその自由時間よね、自分の娯楽時間的な、うん、やっぱ YouTube 見たりとか、はいはいはい、言うたらゲームしたりとか、ゲームしたりとか、はいはい、まあ、そういう時間を、こう寝る前の時間を削って、うん、やっぱりそこに勉強に投資したと。そこは大事なんですよ、結局はね。だからやっぱり何かを得てる時は何かを失わないといけないという、この法則は仕方がないと思うんですよ。だからそうやって自分の娯楽時間っていうのもちょっと削って勉強になってたりね、うんうん、だからまあテニスで言ったらね、何かの時間をテニスに当てるっていうふうにことをしないとやっぱり時間は作れないんで、そう限界ですからね。そう時間はみんな平等ね、24時間っていうのは変わらないので、やっぱり何かを削らないといけないんですよね。そうね、まあ、ただ娯楽も必要だと思うんです、うん、ただメリハリが大事だと思うんですよ。だから息抜きはやっぱいるよ。そう息抜きは大事なんですけど、やったから抜くみたいなさ、うん、やっぱこうまあ、ゲームも3時間も4時間もやらなくていいわけで、もうちょっとまあ気分が変わるぐらいにやっておいて、その分を削ってね、自分が何かやりたい時間にやっていくと。そうそう、そのやるためのリフレッシュも必要だからね。そうそうそう、だからそれはバランスなんですけど、だからそこはね、自分でスイッチオンオフね、切り替えて。いや本当にそう、だからもしねテニスで上手くなりたいんだってね、ライバルに勝ちたいんだと思ったら、相手より多くそれに取り組む時間を作る、うん、それ作るには何かを削ってそこに当てないといけないなんですよね、うん、だからそれがやっぱりあので、量が増えて、うん、で量は質に変換していくから、ね、うん、いつかそれを追い越す日が来ると、うん、だから別に直接勝たなくてもそれをやり続けたら、気がついたら、うん、あれなんか圧倒的に自分が良くなってるな、上に行ってるなってね、気がついたら抜いてるぐらいの気持ちで ねいいんじゃないのかなと思うので、自然とね、そうですね、うん、最初はしんどいけど、なんか当たり前やっぱりね、うん、こうね習慣化してきて、うん、当たり前のようにそれができるようになったら一番いいもんね。そうそうそう、本当でね、結構ね時間削るって言いましたけど、本当にそれに対して夢中になってたら、削ってもそんなに、ね、嫌じゃなくなってくるんですよね。そうなの、そっちの方が楽しくなる、そっちメインになってんよ頭が。そうそうそう、でしょ。だからだん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 勝手にそれが省かれて、うん、あ、ほなこの時間それやりたいなっていう気持ちになってくるね、うん、結構、うん、だからね、私も昔はね漫画も読んでたし、ゲームもしてたし、テレビも見てたんですよ、うん、偉いもんでね、そう、もう全部なくなってね、本当にね、何にもない男ないもんね、何もないよ本当に。でもそれを削って今のねこういうテニスでしかいろんな勉強をしても全然もう興味がなくなってるんですよ、気がつけば。いや逆にだからね、ちょっとリフレッシュしてくださいよ。まあ、そういう時間を逆に、まあそれは当然ね、自分なりに作ってるんですけど、ね、本当。でも改めて思うんですよ、本当に子供の頃あんなにゲームしてたらもったいないなと思うんですよ。なんか一番思うんですよ、あの3時間ぐらいやってたのを1時間に抑えて2時間何かに当ててたらもっと良かったのにって本当に思いますもんね。まあまあそれはそれね、子供の時はでもゲームで、いやいや逆にそれが
友達とコミュニケーションとかいう必要だったんで、そう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 、それが形成するのに必要なわけよ、ね、だけどその必要以上にやるのはなんかダラダラしてもったいないなっていうのはね、ちょっと大人になって感じるので、まあね、ちょっと今回ね一日振り返った時にこの時間いるっていうの、それをやっぱり書き出したりしたら見えるからね、可視化するとね、分かりやすいのよ。いや本当ここ削れるんじゃないのかみたいな、ね、書くが結構最近本当また重要やなっていうところで、分かりました、ちょっと気づいてきたとか、書かんとやっぱ分かんないでしょ、書かんくなるっていう、そうだから一日なんか自分でやりたいこととかなんかバッと思ってても結局覚えてなくなってんね、やっぱね、そうそうそう、ふと忘れてもね、やっぱりだから朝起きた時間からこうやって書いていったら見えてくる。まあまだその域には達してない。そうだね、いつか俺はただパーンってハッてひらめいた時のことやっぱ書き留めとかっていうところだよね、うん、まあでもいつかね、そういう場所から数にね一日のスケジュールを書く日が来るかもしれないいらんわまあそれはね人それぞれなんでね、そうそうそう、まあただ何にしてもやっぱライバルに勝つにはライバルより頑張らないといけない、そのためにまず時間を作ることから始めましょうだったのでね、うん、もしね、ちょっと何かこの人に負けたくないっていうのがあればね、はい、相手がまずどれぐらい取り組んでるかっていうのをリサーチして、うん、でそれより上回る、ね、時間を費やすっていうのをね、ちょっと頭に入れておいてください。はい、では終わります。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。